しかしその磯貝を水口6番島田が徹底マーク。大黒柱が思うように動けず、帝京いつものペースがつかめません。一方の水口は10番牧田の左足からの強力なシュートなどでゴールを襲い、逆に主導権を握ります。しかし後半の36分、水口は自軍ゴール手前で痛恨のトリッピング。このペナルティーキックをエース磯貝が鮮やかに決めます。これで帝京が貴重な先取点。しかし1点を追う水口は攻撃の手を緩めずに前線。サイドが変わった後半もほぼ互角の戦いを展開しましたが、後半19分、帝京は右からのセンタリングを本田がワントラップして磯貝へ。これを磯貝が見事にゴール右上へゴール。2対0と突き放します。結局怪我などで体調万全とは言えない帝京が見事な磯貝の個人技などで水口を下し、ベスト8へ駒を進めました。続く第2試合、地元行政と強豪国見の好カードとあって、西ヶ丘は場外モニターテレビが2台飛び出し、観客をグランドレベルまで入れて収容するという超満員でした。試合は前半、赤いユニフォーム行政が押し気味に進めますが、村上、大倉の2トップを国見のディフェンス中尾、園田の2人が完全にマーク。最終ラインに仕事をさせません。そして迎えた前半17分、国見は山木のパスを受けた二宮がワントラップしてからシュート。国見が先取点を挙げました。これで勢いに乗った国見は縦への攻めを使って行政ゴールへ押し寄せます。ご覧ください。サイドが変わった後半も村田がヘディングシュート。これは決まりませんでしたが、その直後に行政は国見のセンタリングを手痛いハンドの反則です。エース二宮が慎重にペナルティーゴールを決めて国見2点目を奪いました。逆に2点を追う行政はロングスローからエース村上のヘディングなどで必死に反撃を試みますが、あと一歩で国見ゴールを割ることができません。試合終了後、ディフェンスがよく守ったのが勝因という小嶺監督の率いる国見が去年に引き続き行政を2対0で下しました。さてもう一つの強豪、去年の優勝校東海大第一、佐野日大高校との対戦です。前半の中盤以降、東海大第一がシュートを連発。しかし昨日合わせて8点をもぎ取った広沢、濁沢の強力フォワードを徹底マークされ、得点に結びつきません。一方佐野日大も数少ないチャンスを効果的に使い攻めますが、東海第一のディフェンスも固くシュートに至りません。前半の38分には東海第一フリーキックのチャンス、抜けたかに見えましたが佐野日大のキーパー五味田がナイスセーブ。東海第一、前半12本のシュートを放ちながら得点できません。後半に入っても両チーム一進一退の好ゲーム。エースストライカー平沢が消極的な攻めで今一つ波に乗れない東海第一。それに対して後半20分にはスローイングからのボールを佐野日大の8番森がオーバーヘッドシュート、惜しくも外れます。この直後東海第一が鋭い攻めを見せます。6番キャプテン沢登がセンタリング、平沢が足の先で合わせてシュート。後半21分ようやく東海第一が1点目を挙げました。佐野日大も10番日賀野を中心に最後まで粘りますが、結局1対0、東海第一が辛くも勝ち、準々決勝で帝京と対戦します。その他の結果はご覧の通り。去年のインターハイ優勝校市立船橋は北海道の室蘭大谷に快勝しています。技術の日産富士ゼロックス、技術の日立の提供でお送りします。 It's a little bit funny. 早起きとかおっと、伸びやがし
シュート打った。先制点。48代表校が争っております第66回全国高校サッカー選手権大会、例年以上の高いレベルで激しい試合が続いております。昨日3回戦が終わりまして、いよいよベスト8が出揃いました。今日はそのベスト8のこれまでの歩みを振り返ってみたいと思っております。まず明日の準々決勝、注目の組み合わせです。去年の優勝校東海大第一は優勝回数5回を誇る帝京と対戦。神奈川県勢として13年ぶりにベスト8に進出した朝日、夏のインターハイを制した市立船橋が相手です。一方のブロック、悲願の初優勝を目指す四日市中央工業は鉄壁のゴールキーパー下川を擁する岐阜工業と対戦。初のベスト8入りを果たした南宇和は去年の準優勝校小嶺監督率いる国見と対戦します。それではまず東海大第一と帝京の戦績からご紹介いたします。あるんじゃないか、はい、そこをものにしたいというふうな感じですね。まあ、1点取られましたが監督の表情は変わった。さあボールを持って入る、中にボールを入れる、15番2のシュート、前が弾いた、ゴール2点目、またも二塁差は森さんって2点入れました。左からシュート、3点目入った、またも二塁差はハットトリック、余裕からかですね、それともやっぱりもっと、さあ7番吉田1対1折り返す、広さんシュート、またゴール、ペナルティースポットあたりから今中に入ってきます。さあ平さん前シュート決まった、ゴール、ジュニアユース代表の海老沼。さあ続きますね、もう1回です、今度はさあ上りのシュートと詰めていた平さんは決まりました。おー今のは平さんでしょう、平さん先制点、絶妙のタイミングでした。もしもし、もしもし、どうもどうも、どうだった今日の試合は。いや今日は疲れました。ベスト8にかける意気込みを聞かせてください。いやこの帝京ですから ねみんなで頑張りたいと思います。はい、静岡の代表として恥じないプレーをして頑張ります。期待してるから。目標は、目標は V2。 サントス、今日の試合見ててどうでしたか。やっぱり素晴らしいチームだと思いますね。だけどちょっとシュートは少なかったけど、やっぱりこれからじゃないですか。で今日の試合、ね、思い切りプレーして日本一になってさ、これからね頑張らなきゃいけない。目指し連覇、帝京国を倒して優勝だ。帝京高校フリーキック、ゴール前に9番の森山を待っています。ポンと上げて落として走り込んでシュート、おー45秒です。すごいシュートでしたね。すごいシュート、森山先制点。これが8番の池田、ツートップの石横になります。池田がポーンと打った、さあ森山のヘディングはどうだ、ポーンと上がった、腹が入った、シュート2点目、9番森山2点目、畳みかかる帝京の攻め、2対0。守ろう守ろうという気だけじゃなくてですね、やはり攻めにね、1点取ろうという気持ち、それが現れましたね。さあゴール前キーパー、あー止めない、また森山ですね、また森山です。ちょっとね、読まれるんですね、ね、帝京に ね、 なるほどね、ということはやはりチャンスだ、あ真ん中おスルーしてシュート、ゴール、これも素晴らしい点ですね。さあフリーキック大津か、そして打てない、打てない、やったー、これは PK ですね、 PK ですね、 PK です、ちょっと南口にしては痛い、ゴールキーパーの井上、さあどうか、国体メンバーの井上止めるか、入りました、堂々のゴール、だからボールを持って、はい、そのボールを受ける塩へ、2人しか動いてない、はい、やはり全員がボールなしの動きをもっともっと取り入れないとリズムに乗れない。さあ本田チャンスだ、シュート出るか、真ん中からシュート、磯貝のシュート2対0。私たちは去年の悪夢を忘れてはいません。そして今年はその悔しさをバネとして頑張ってきました。ではキャプテンの磯貝くんに今大会の意気込みを聞いてみます。目標とかおろきとか、今日やった水口、
の分まで これから頑張りたいと思います。ディフェンス面を締めて東海市戦では勝てるようなゲームをしたいと思います。得点王とアシスト狙います。狙います。はい、東海第一に勝てると思うんですけど、勝てるかな。きっと勝てるよな。じゃあちょっといつもの行く。ディフェンディングチャンピオンの東海大第一と3年ぶりの日本一を目指す帝京、この対決は今大会の優勝を占う大事なゲームです。なんといっても東海大第一の鍵を握っているのがこの人、センターフォワードの平沢。平沢はこれまで2試合で5得点をマーク。静岡県勢では現在読売クラブでプレーしている武田以来の大型ストライカーとして注目を集めております。一方帝京の得点源はこの人、センターフォワードの森山。森山はスクワットで140キロのバーベルを上げるほどのパワーの持ち主。今大会もパワフルなシュートで平沢と同じ5得点をマーク。ただ気になるのが1回戦で痛めた両足、今日の休みでなんとか回復してほしいものです。続いては朝日と市立船橋です。ボールは出ていない、朝日チャンス、朝日チャンス、遠藤行く、遠藤行く、大本右サイド、遠藤持っていく、シュート、ゴールイン、ゴールイン、遠藤3点目、朝日高校3対2、ナイスボールだ、ナイスボール、シュート、4対2、ナイスゴール、決定的なゴール、高尾、叩き込むことができるかどうか、さあ朝日、小林、と足元ボールつかない、しかしまだ熊谷、熊谷キープ、中寄り返す、おっと、通った、シュート、シュート、朝日高校が広島陣内でフリーキックを得ました。右45度やや遠い位置、さあ大きなボールを蹴るか、いや短いボールだ、ヘッドでカットこぼれた、シュート、ヘディングシュート、朝日高校遠藤のヘディングシュート。田中君ですか、はい、がボールを触ってないというのが、ちょっと痛いですね。そうですね、大本、大本抜ける、大本行く、大本ドリブル、大本行った、大本シュート、中寄り返してシュート、ゴール、大本から高尾、朝日高校2対0。さあまた右サイドから熊谷です、熊谷中寄り返す、3点目が入った、やっとノーゴール、シュート、もう1点シュート、ゴール、3点目大本、3対0。さあまた大本だ、朝日高校大本、大本必要にボールをキープ、広島工業のタイトなマークを振り切ってセンターリングを切り返した、ヘディングシュート、ゴール、4点目、熊谷です、熊谷です。一船の皆さん見てますか、マーク厳しくした方がいいんじゃないかな。とにかく頑張りますんで、あのお互いに頑張りましょう。今日は1時間ほどアップしました。出たのは10分です。相手が一船だって関係ないね。じゃあちょっと一船の皆さん、左足だろ、お尻ペンペン。一船を倒して国立に行くぞ。おー来たよ、やリーリーリー、スタメラ、10チームから12チームというケースなんですが、はい、さあ前半3本目のコーナーキック、キャプテンの足立が蹴ります。15番の水内あるいは5番の佐々木のヘッドに合わせたいところですが、どうでしょうか、どういうコーナーキックを見せますか。さあ野田ヘッド、ダメシュート、これは野口、8番の野口、強く吹いております、4メートルから5メートルの風、風下から長いキック、そしてヘッド出せる、さあ後ろから8番の野口、キローシュートを決めているぞ、8番の野口がまた持ち込んで、持ち込んで、さあ流すセンタリング、9番の高橋のシュート、ゴー、早くも3対0、はい、2人、やっといて2人、シュート打った、ゴー、12番の横野、石橋、この辺のスローインから先ほど2回もチャンスを生かしております。またゴール前へ設定、さあもう一度行った、行った、7番、またもやスローイン、
またもやスローインからの得点です。ブルーランのディフェンダーが、はい、またロングスローから入った。7番の足立豪華ヒットゴール、4点目。またもやまたもやまたもやスローイン。さあ7番の足立が押し上げる、いいボール、いいボールが出たぞ。5番の佐々木、佐々木のセンタリングなるか。佐々木のセンタリング待っている。2番の曽我、ディフェンダーの曽我がゴール前までいます。ナイスボール。そして7番のヘッディングボール、ハットトリック足立、キャプテンの足立、今日ハットトリック。5対0。足立くんどうですか。皆様のおかげです。ぜひ国立で帝京か統一とやって勝って、まだ決勝まで行って2冠目指して頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。あ、浜田くん。あ、どうもこんにちは。朝日戦分かって提供も潰します。皆さん応援に行きましょう。僕は決勝戦と準決勝に必ず出入れますから、優勝目指して頑張るぞ。朝日見てろよ。千葉会場の第1試合は朝日対市立船橋。今大会最も勢いに乗っている朝日の攻撃の中心は遠藤です。自宅が横須賀にあるために朝練の時には5時半には家を出ていたという努力が全国大会で報われました。国立まであと一歩に迫っております。一方の市立船橋はキャプテンの足立を中心に非常によくまとまったチーム。体育科の選手が多いサッカー部にあって数少ない普通科の選手です。2年の時からキャプテンを務め、イレブンからの信頼度はナンバーワン。昨日高校生活初のハットトリックも記録しました。持ち前の速いサッカーが蘇ってきております。さて高校サッカーでは48代表校それぞれの学校紹介を制作しているんですが、その中から私たちが選びました面白学校紹介をご覧いただきます。3年キャプテン金子博之。僕たち日大山形の特徴はもう20年以上も続いている坊主頭の伝統です。高校生ともなると女の子にモテようと思ったり突っ張って見せたい時など、この坊主頭はいまいちです。Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, Captain. I won't cry. 神は乙女の命。そして坊主頭は僕たちの青春のシンボルです。 We are Wolves! 日大 Wolves! 坊主頭を伝統としながらもちょっぴり長い髪に憧れる日大山形イレブン。雪の中で練習している彼らの笑顔、何か温かいものが伝わってきました。続いては四日市中央工業と岐阜工業をお送りいたします。ボールをつなごうというところなんですが、11番門脇丹後、県大会では決勝戦2点を挙げております。5番持ち込みます。5番の坂崎、おっとシュート、チャンスだ、シュート入った。11番の松本康史、先制点、四日市中央工業高校1対0。そうですか、やはりあれでまたリズムっていうのもできるんでしょう ね1回のチャンスがね、はい、おっとキーパーが取れなかった、シュート決まった、四日市中央工業高校先制。松本も中にいます。飛びました。14番中川に合わせました。そして高柳ボールを入れる。そしてオーバーヘッド決まった。11番の松本、豪快なシュートを決めた。ものすごいシュートが決まりました。松本、6回中央工業高校2点目。感動ください、感動ください、感動ください、優勝や。それでは国立向けて一言松本さんにインタビューしたいと思います。松本さん、国立の意気込みをどうぞ。
今とにかくベスト4で国見と当たって絶対優勝したいです優勝したいです。よし頑張るぞ、頑張るぞ、頑張るぞ。それでは最後に決めてみたいと思います。絶対優勝だ。残り2分を切りました。手元の時計40分ハーフで行われます。両チームまだ得点がありません。早い攻撃、岐阜工業新たにはいきます。背番号13番、中に戻して高橋選手、シュート、今大会5試合目の PK 戦にもつれ込みました。胸に手を当てて自ら落ち着け、落ち着くんだ、言い聞かせながら、あー外した。淡々といく方がまだ変えていいじゃないかなと思いますね。決めるか、渡してきましたね。さあ日大は後藤進む、気に行くか、おー読んでいた、ナイスキーピング。決めるか本山、これで決まりか。最後は本山決めた、5対4。国立で試合できるよう四中高に絶対勝ちます次は目そうだ、頑張るぞ、うしベスト8歌って踊れる選手になります。僕もです打倒四中高を目指して精一杯頑張ります。デカチビコミです。みんなで力を合わせて国立へ行くぞ。 おまけのマネージャー国立目指して頑張るぞ。まず3年連続のベスト8進出を果たした四日市中央工業、その立役者は何といっても3年の松本泰。県大会でも5試合で9得点を挙げ得点王になっています。古賀一戦での松本のオーバーヘッドキックでチームも本調子が出てきました。ベテラン城監督もほっと一息といったところではないでしょうか。その四日市の前に立ちふさがるのが岐阜工業の2年生ゴールキーパー下川。去年2試合、今年もこれまで無失点。しかし去年は PK 合戦の末2回戦で敗れました。186センチ83キロと恵まれた体、日本ユース代表でもあります。この下川が四日市のシュートをどこまで防ぐかが大きなポイントとなりそうです。続いては南宇和と国見をご紹介します。耐える五戸、耐える五戸、ヘッド入った、入りましたね、ナイスゴール。あと1分9秒同点ゴールです。南は両チーム外しません。南は4人目、現在まで両チームとも3対3。旗部決まった、よしと石橋監督、去年の嫌な思いがある。キャプテン鳥矢部、キャプテン外した、川村が頑張るか、ゴールキーパーどうだ、決まった、南江は2回戦進出を決めました。その代わり大人になった時には今度はフルにやらせます。さあ9番稲田から、オーダー、ヘディング入った、見事なヘディングシュート、三好公式戦2つ目のヘディングシュートを決めました。南江です。野々下を川澄がどれだけマークできるか、手前野々下ファーポストにいます。さあ誰に合わせるか、野の下の後ろ、ヘディング、どうだ、ボールがこぼれている、ゴール入った、入った、ゴール、ゴールです、ゴールです、ゴール。勝者が1月6日、いよいよ準々決勝で戦うことになるわけであります。さあどうか、ゴール前、詰める、ゴール、オフサイドはありません。11番の三好、11番の三好、本日2点目。もうここまで来たら無欲で頑張りたいと思います。目標とするベスト8まで来てたので、あと国立まで行きたいと思います。シャツはどうしたの？これはみんなが目標を一つずつ、自分はあのサブなんで、もうベンチでみんなの出てるやつの気持ちを自分が聞いて
幻のボレーは国立で出します。俊足の山木がボールを持っています。さあボールをそのまま持ち込んでいく、持ち込んでいって、どうだ、シュートが10番に当たったんですね。後半の1分、松永でやります。14番山木ヘディングして、もう1回ゴール前クリアです。もう1回シュート入った、ゴール5点目。今度は13番の立石、ガッツポーズ立石。はい、試合前ですが、注意は2つ。その一つは集中力の持続、はい、もう一つは中盤の選手は相手の前で動くように、はい、相手を引きずるイメージを大切。おっと二宮がシュートを打った、伸びた、伸びた。26分、国見高校先制。国見高校追加点のチャンス、ペナルティーキックを得ました。11m、キーパー1年生三田、今日先手を取りました。二宮蹴ります。スタートを起こした、キーパーだーちゃん、いい。2対0、国見高校ベスト8進出。昨年は準優勝で残念な思いをなさったそうですから、今年はぜひとも優勝していただきたいと思います。国見の皆さん、私たちにいっぱい感動をください。国見ファイト。今年の目標は昨年の屈辱を晴らすことです。全国の皆さん、こんばんは。この丸焼けでみんなを驚かしたいと思いますよーって村田だ。南岩に勝って花園行くぞ。にゃちごだ、国立やってよい。はい、まず南岩です。田舎のチームだから都会で試合をやると硬くなるのではと心配していた石橋監督、1回戦こそ PK 勝ちと苦しみましたが、その後は四国最強の名の通り順当に勝ち上がってまいりました。南浦で活躍が目立つのはユース代表候補の三好3年生。ゴール前の強さは一級品です。今大会でも常にゴール前に詰めていて3得点を挙げております。一方対する国見、去年決勝で敗れた悔しさをバネにより盛況なチームに成長しました。この1年間で大きく成長したのがこの二宮。全国大会の活躍で自信をつけ、切れ味の鋭さが増し、今年は自分で打てるようになったと小嶺監督も大きな期待を寄せていました。初優勝まであと3勝です。以上8校をご紹介いたしました。それでは明日準々決勝の対戦カードをもう一度ご覧ください。帝京の3年ぶりの日本一への大きな壁、東海大第一、激しい試合になることはまず間違いないでしょう。大宮サッカー場は大宮駅か東武野田線大宮公園駅下車、徒歩15分です。夏のインターハイと冬の選手権の連覇は44年度の浦和南以来ありません。夏のチャンピオン市立船橋に18年ぶりの期待がかかります。千葉県総合運動場へは稲毛駅からバスでスポーツセンター前下車徒歩2分、ぜひ会場でご覧になってください。さて3820校が参加した予選を勝ち上がってきた48代表校がいよいよ8校に絞られました。その8校が準決勝進出、つまり国立競技場を目指しまして明日対戦いたします。高校生憧れの国立の芝の上でプレーできるのはわずかに4校です。明日の準々決勝どうぞお見逃しなく、ぜひ会場でご覧になってください。